はい、というわけでどうも私でござりまするコニーさんです。というわけでレイクビューホテルの攻略続きやっていきたいと思います。あ、ちなみにサイレントヒル2ニューゲームプラスでやっていますというところでござりまする。んでですね、3階の廊下の鍵を手に入れまして、そちらからね、3階の攻略をしていきたいなと思います。んで今日はね、ニューゲームプラスでしか見れないエンディングを、1個見て、まあ続けるかどうかという感じでござりまするな。というわけでやってきます。うん、よろしくお願いします。というわけでまあ3階ですね、たかたかと登っていって3階の攻略をしていきたいと思います。まあね、余裕でしょう。階段がこの向かい側かな、こちらにありますんで登っていきまして、3階廊下の鍵を使って、あ、ここ開けてなかったっけ。あ、すす、大丈夫だね。で、ここだね。ここの鍵がありますので、開けていくと。オープンザ3階の世界。OK。というわけで、312号室っていうのは、もう開いております。で、エレベーターアウトオブサービス。エレベーターは使えませんと。でね、エンディング何種類かいけるんですけど、この展望台も、エレベーターじゃないや、エンディングに関係してます。で、そこ行かない、今日は行かないというか、今回は行きません。一応目指してるのが、もうあれか、312号室入れちゃうのか。あ、入れちゃうわ。じゃあエンディング行こうか。じゃあ、ちょっとセーブして、出直してきます。すぐ戻るね。で、セーブついでに、こちらの落とし物保管庫は、ここ入れたっけ？ここからじゃないか。の方に、あるアイテムを取っていきたいと思います。で、そちらにあるアイテムを、回収することによって、エンディングですね。ラスボスを倒した後のエンディングが変わるという感じになっているんですね。なんで、そちらの方の、エンディングを今回は目指していきたいと思いますので、回収していきます。で、どこだっけかな？この辺に、あ、そうそう、これ。ここ入って、この本ですね。これが、キーアイテムになってます。で、揃えるべきアイテムなんですけど、黒曜石の手配と、白の香油、さらに赤の祭事で、さっきの本ということで、これ4つ集めるとエンディングが固定されます。で、このエンディングをまあ見ていきたいというところで、失われた記録。はい。で、入手ですね。で、これで失われた記録。この町とその浜辺の伝承や歴史について書かれている。黒曜石から削り出された古めかしい灰。灰資料館で手に入れた。で、ガラス瓶に入った白く濁った香油。大昔のとある信仰について書かれている書物。作者不明と。いうことで、これでエンディングを迎えることによって、変わります。ただ、そのエンディングに行く前に、今日はね、ビデオを見る際にある行動を取ると見れるエンディング。そちらをね、見ていきたいなと思います。ちゅうわけで、今移動しましょう。エンディングまで行っちゃおうかな、二つ。とりあえず行ってみよう。さて、戻ってきました。312号室でございますね。で、ここで、エンディングを迎えるのを二つ、迎えることができます。で、キーアイテムで言うと、このホワイトクロジュア。これで何もかもは解決する。特別な時、特別な場所のためのもの。これを飲むか、こっち、青い宝石とある場所で使うとと。この二つでエンディングをそれぞれ迎えることができるんですけれども、この集会ではホワイトクロジュア、ホワイトクロジュアか。これを飲んでいきたいと思います。というわけで使う。はい、OK。で、ビデオ見るだけ。そうすることによって、エンディングが変わります。エンディングが変わりますって、ここでエンディングを迎える形になります。まあ、迎え方は知ってるんだけど、内容はわからないんで、ちょっと一緒に楽しんでください。どうなるのかな？こうやって奥さんとここのホテルに来た時に、撮ったビデオの内容をね、これで見ることができるんですけど、ここでね、奥さんをやっちゃったっていう映像がね、出てくるわけなんですよ。本来であればね。やだ。
何もないけど、いいところよね。落ち着ける。これ知ってる？この辺りは神聖な場所だったんだって。わかる気がする。もっと痛かったな。だから、いつかまた来よう。ジェームズ？そうだな。このシーンなかったよな。あったっけ？早く片付けないと。待って、ライト入ってる。胸ポケットにライトついてるぞ、これ。ジェームズ、ちょっと、どうしたの？いや、なんでも。大丈夫だ。わ、ジェームズいなくなってる。あ、そういうエンドか。はあ、なるほど。これで全てが解決する。確かにね。こういう感じの割り方なんだ。で、これでエンディング入るんだね。へえ。じゃあ、とりあえず、これエンディング飛ばすか。あ、ちょっと待って。これでノーマルで、ブリーズ。エンディング、クレーズメニュー、ニュースタートね。10時間25分。消耗品の数、入社メモの数、はいはい。地図の確認回数は617回。倒した敵の数は多いね。やっぱチェーンソー強いわ。撃って倒した敵の数は6しかいないもん。またまず死亡回数は2。まだまだいいね。オッケーオッケー。お邪魔します。というわけで、今度は普通にビデオ見ていきたいと思います。ホワイトクロージュエアは飲まないんでね。んで、ビデオテープ入れていきます。セッティング。で、さっきはね、ビデオの中に入っておしまいだったんですけど、この、今回は多分ね、違うよ。全然違うよ。超がっかりするから、ジェームズが。そういや、こうだったんだって思い出して、超がっかりするから、見といてください。また撮ってるの？やだ。何もないけど、いいところよね。落ち着ける。これ知ってる？この辺りは神聖な場所だったんだって。わかる気がする。もっと痛かったな。だから、いつかまた来よう。あ、来た来た。真実を知っちまったな。まあ元から知ってて押し込めてただけなんだろうけど。
ここにいたんだ。メアリーはどこ？ねえ、何か言って。メアリーには会えない。死んだんだ。嘘、嘘でしょ。いや、本当だ。病気で死んじゃったの。私が殺した。バカ、なんでそんなことしたの。人殺し。返して、メアリーを返してよ。邪魔だったの？メアリーが嫌いだったの？ジェームスのバカ、バカバカバカ、ジェームスのバカ。メアリーはずっと待ってたのに、なんで、なんで。ごめん。メアリーはここにはいない。メアリー、ジェームス、どこにいるの。待ってる、ずっと待ってる。お願い、こっちに来て。私が来ない。来て、お願いだから。でも、どこに、どこにいる。はい。というわけで、都合よく呼ばれちゃったんでね、ジェームス、助けに行きたいと思います。というわけで、レイクビューホテル、裏世界でございますね。こちらの探索を始めていきたいと思うんで、よろしくお願いします。で、がっつりエンディングまでいけたらいいんだけど、まあ、ちょっと厳しいかな。これ、展望室もしかして入れたりする？あ、こっちから入れないな。オッケーオッケー。入れたらどうしようかと思ってた。展望室の方の、ここから飛べるんだっけ？あ、下降りるのはこの隣の部屋からだね。で、行きましょうか、サクサクと。で、今日はここのエンディングまでね、しっかりと見ていきたいなと思いますので、よろしくお願いしますね。この辺は何もなしと、相手もないな。OK、行くぞ、見直しよう。まあ、敵もね、ザゴしかいないからもう、俺にとってはもうザゴしかいませんから。チェーンソーとジェームズ、この組み合わせ。最強だから。最強の二人ですからね。というわけで行くんだけど、これ反対側の315室。あれ、こっちの方もなんかあんだっけかな。なんかどっからか穴があって、下にピョーンって飛び降りる流れだったとは思うんだけど、どうだったかな。ここ入れないよな。あ、入れるの？うそん。あ、そうっすか。入れていいんですけど。でね、ここで、今回のエンディングとは関係ないんですけど、支配人室っていうのはどっかにあると思うんだよね。どこだ？下の方かな？そこにある、金庫の鍵を私持ってるんですね。そちらの方で、その金庫の中にあるものを、あ、支配人室あるね。回収していくと、さらにエンディングが増えるという感じになってます。でも今回の集会は、さっき説明したなんか、失われた記憶っていう本を取っちゃってるので、エンディングがおそらく固定になってるというお話なんでね、固定されたエンディングを見ていくことになると思うんですけれども、多分次回かな、多分次回になると思うんだけど、次回に、よいしょ、相手のがない。
その新しいエンディングというか、そちらをね、確認していきたいなと思います。まあ、次回はおふざけエンド2つと、ちゃんとしたね、エンディング1つという感じでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。あれで、この穴の先なんだっけかな？お邪魔しまーす。ズリズリズリ。ハラバイティ。で、あ、アイテムあるだけね。はいはい。OK、回収。で、あなたの破れは言えることがなく、あなたの傷は重い。誰が書いたのこの落書き。あれこれ見たことない気がする。あれ見たっけかな。まあいいや。で、ここでやることは、この、お荷物ね。持って行って、持って行ってね、よいしょ。穴を開けると。それだけです。よいしょ。こうかな。で、これまっすぐ。行くと、あのね、壊れそうなところがあるんで、ここね、ここ。板っ端がちょっと弱くなってるところあるでしょ。ここに乗っけると、はい、落ちます。ドン。で、ジェームズも落ちます。いいぞ、飛んで。いけ、ジェームズ、いけ。あ、スパナとかなんかめっちゃ強そうな武器いっぱいあるわ。飛ばないんかいって言って、まあいいんです、飛びます、飛びます。いけるぞ、ほら。うん、完璧。ヌーン、完璧ですね。で、アイテム、アイテムじゃないか、これ。くぐってく。ここからは何だっけかな。普通に道自体はそんなに難しくないよ。ほぼ一本道だったと思うんだけど、一本道を進んでいって、いい感じになるといいな。一本道を進んでいって、あー、セーブポイント。セーブポイント一応どうしようかな。セーブしとこうかな。まあ、今取ってもしょうがねえはしょうがねえんだよな。まあ、セーブした、しなくていいか。しなくていいか。行こう。行っちゃいちゃおう。どうせ俺は負けない。どうせ俺は負けないから。今のジェームズ最強だからな。誰にも負けない。薬は大量にあるし。薬は大量にあるし、攻撃力は過去一で高いから、敵もね、そんなに凶暴なのはいないはず。もうね、なんかやる気失ってんだよな、敵は確か。この辺そうだっけ？やる気失った敵なかったっけ？いないか。仕方ねえ。じゃあ上、行きましょうか。ジェームさん。準備、できてますよね。よいしょ。めっちゃ、崩れてる。やる気ある敵はいないんだよな。これは？患者、彼女は治らない。これ多分メアリーのことだと思うんだよな。今回この新たな発見に。ジェームズ自体がおかしくなってるのも、お医者さん気づいてるってことかな、もしかすると。メアリーの主治医。メアリーの主治医もなんか、ジェームズおかしいぞ、つって適当にさせてんのかもしれんな。誰かがね、手伝ってくれてる痕跡はちょいちょいあるから、多分そういうことだと思うんだけど。こっちは何かあったっけ？しないもなし。こっちら辺も、あっちら辺も、どっちら辺も、何にもなし。何にもなし。何にもなし。OK。行きましょう、行きましょう。先へ行きましょう。で、エレベーターが。で、地下。あれ？地下だっけ？あ、そうだね。地下しかないのか。今2階だからね。B。ブン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 。ブン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 。俺だぞ、ジェームズだ。早く下ろしてくれ。ブン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 。うん、びっくり。で、自分の力でこじ開けると。道は自分で切り開くもの。そう言われてるから。みんなも、行き詰まっても諦めないでくれ。自分の力で開けることができる。その閉塞感から飛び出すことができる。そう、このジェームズみたいにね。ただ、ジェームズが降りた先は、汚ね水の中。閉塞感から抜けたとしても、そこが幸せになる道とは限らない。残念ながらな。
というわけで先進んでいきましょうかね。この辺から敵出てくるんだっけかな。なんかもうもしゃもしゃした。遅いな。足が遅いぜ、ジェームズ。よし。ああ、で、セーブポイント。一応セーブしとくか。よいしょ。で、ここから従業員の方に行くんだよね。まあ一応セーブしとこうか。忘れないように。よし、オッケー。んじゃあ行きましょうか。このまま進んでいくと、従業員の方の区画に行くんだっけかな。まあ、とりあえず、俺にはアイテムしか必要なのはないから。で、ここから出てくと、ずりずり、ずりずり。しょ。で、どこだ？どこに行けばいい？俺は。お。ライフルの弾。ありがとうございます。これは？ショットガンの弾。ありがとうございます。こっちは？向こう側行く。足場。で、帰れない。さてと、メンテナンス室、ボイラー室。ああ、はいはいはい。これ、地下だな。これ、いけないか。まあ、普通に進んでいくしかないですね。ていうか、足遅いな。いや、やっぱり僕の足は遅いですね。で、まあ、ここ登って、あ、ちょっと待って、なんかアイテムないわ。さて、ここで、アンジェラズルームですね。壁見て、アブストラクトダディっぽいのがかかってんのよ。多分あれお兄ちゃんかお父さんかなんだと思うんだけど、お父さんかな今左側に出てるのは。ノーママ、アイアムジェームズ。ママ、探してたのよ。もうママしかいない。やっと安心できるわ。ほら、ママ右側にもほら、いるでしょ、アブストラクトダディみたいなやつ。どうしたの？違う。ママじゃない。そう、あなた。すまない、アンジェラ。君が正しかった。探している人はもういない。いないんだ。さっきは助けてくれてありがとう。でも必要なかった。ママは知ってた。私はそういう人間。いや、アンジェラ、それは違うよ。いいの、やめて。そんな資格ない。それとも本当に助けてくれる？守ってくれる？支えて私を愛してくれるの？ほら、やっぱり。ジェームス、包丁返して。いや、ダメだ。あなたが使うの？ご自由に。何も変わらない。私にはいつもそう。
というアンジェラとの下りはおしまい。なんかもう一回見に行きたいとこだけどしょうがないな。行きますかジェームズ。あ、なんかアイテムある？なんかこっち見せたよな。なんもね、ゴミしかねえ、ゴミしかねえだよ。よし行きましょうか。で上登って行きやんして、どこだ、外に出ると。ほい。で、出たところがここね。で、この辺からなんか敵が出てきたような気がするんだけど、どうだっけ？いなかったっけ？あ、いるね、いるね。いるよな。ちょっとね、やる気ないんだよ、敵が。ほら。超動き鈍いじゃん。あ、でも、ああ。なんかね、やる気ないのよ、敵さん。なんかね、かわいそう。こっちじゃなくて、こっちがオープンドアかな？オッケーオッケー。で、これね、これ。これが、鍵になってます。あ、で、これ暗証番号なんだっけかな？まあ、後で調べ、僕も今回の集会では、あ、何？白の声が四角くなっちゃった。白の声が急に四角くなっちゃったわ。びっくりした。今、急に四角くなるからさ、どうしてやろうかと思ったわ。で、ここで、この悲嘆の鍵っていうのを使って、これなんだっけな、忘れちゃったな。まあ、今日はやりません。ええ。これは後で調べて、次回ね、エンディングということで、ただ最後に見るエンディングにします。あれがね。312号室を片付けること。もう誰も戻ってこない。はい。これは、ジェームズに対してかけられた言葉と。遅いのよ。あんなに僕を苦しめたさ、このマネキンがもう、燃やす。これジェームズの心にね、相当でかい変化があったと、そういう風に見ていいと思うんだけど、よし、行くか。で、このまま僕たちは先へ進んでいく。ジェームズの足を止めることはできない。ててててててて、で、よいしょ。お邪魔します。まだ進む。先に進む。で、これラストセーブポイントね。ラストセーブなんで、セーブしとこう。オッケー。んじゃあ行こう。で、この先で、強敵が待ち構えております。みんな大好き。そう。わかるよね。あの人たちだ。さあ、登場するぞ。みんな拍手で出迎えてくれ。というわけで、マリア with B ですね。いやー、こいつらが僕らの最後の壁となって立ちふさがると。何度も苦しめないでくれ。おお、だもう分かってるんだろ、ジェームズ。OK、というわけで、バトルが開始と。おい。おっと。おい。よいしょ。いけ。やっぱ隙がでかいな。いけ。お薬飲んでこい、一本。よいしょ。おっと。おっと。
よいしょ。じゃあちょっと違うところ攻撃しちゃった。なくすぎ。よし。シリンジ。お前、俺のシリンジの数を舐めてるんじゃないか。ちょっと。すげえ。よいしょ。いた。普通だったら人間死ねえぞ。ちょっと待って、ちょっと待って、やばい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 、チェーンソーを過信してる、俺チェーンソーを過信してるぞ。いけ、だっこもどっこも切ってない今、どこも切ってなかった今。あ、終わった、あ、終わったわ。お疲れ様です。このバギョンの攻撃力の前に貴様ら2人であろうと勝てないというわけだ。意外と細身のお二人さんよ。でね、確かこのあと卵を入手できるんですけど、今から行こうとしてるエンディングには卵は関係なかったと思います。どっちとってもね、良かったはずなので、どちらでもいいかなという感じでございますね。はい、というわけで、まあ、適当に卵を回収していくか。おい、赤い卵、サビ色の卵で、今一応ちょっと攻略の情報をチェックしましたけど、このサビ色の卵でも黄色の卵どっちでもエンディングには影響なさそうだから、まあ適当に行きます。でこの先で、マリアのね、病床での会話入るんですけど、これも別にシカトしちゃっていいと思います。条件には入ってないのでね。なんでまあサクサクとこの通路は抜けていくんだけど、まあ適当に聞きたい方はちょっと聞いてくれたらいいですかね。でこの後ラスボス戦ですね。多分自分の皮膚病とかやなんか病気のあれだね、見にくくなってしまった。まるで怪物みたい。精神もボロボロ追い込まれてるんだよね、メアリー。もう早く出てってよ、ほっといてちょうだい。見てって言ったのよ、この切れ方理不尽。役にも立たないし、どうせすぐ死ぬんだから、殺してくれた方が楽なのに。その言葉だいぶ追い詰めてるぞ、ジェームズを。私にとって私は金づるだから。なんでまだいるの、帰れって言ったでしょ。聞こえないの。二度と来ないでって言ってるんで、私はもう二度と来ません。というわけでアイテムを回収してきます。であれは別にあのジェームズを攻めているわけじゃなくて、攻めてるわけじゃないと私は思ってます。ジェームズを攻めてるわけじゃなくて、あのね、突き放すことによって、ジェームズを楽にしようとね、そういう、トゲのある優しさだと思ってるんですけど、いかがなものか。というわけで、アイテム、ショットガンの弾、ショットガンの弾。よし。で、まあ、だいぶ、弾も込めて、481発。ショットガンの弾は107発。で、ライフルの弾も46発と。うん、十分だね。間違いなく勝てるわ。でショットガンでいいかな、とりあえず。で、チェーンソーがあるんで、まあ、近くなったらチェーンソー、ちょっと離れたら、ショットガンと、まあ、使い分けながらね、バッチシとこの先のボスを倒していきたいと思います。この先、はしごがありまして、そこをね、ジェームズ最後の力を振り絞って登っていきますと、とある方がね、待っててくれますので、そのとある方に話しかけてバトルがスタート。でですね、その話の内容がね、通常のエンドと会話変わってるらしいんですよ。今から見ようとしてるエンドが。なんでね、ちょっと会話よく聞いていきたいと思うんだけど、いかがなものか。行くよ。ジェームス、どうしたの？会えて嬉しくない？あ、やば、変わってる。ここは本当は最初にね、抱きしめるんだよ。何か問題でも、私はここにいる。妻とは違う。死んだ人は戻ってこないの。違う。会えるよ。メアリーに会えるんだ。え？いいえ、ありえない。
その前に君にすがった弱い心を殺さないといけない。あなた一体何様のつもりなの？もう何も言わないで黙って。何であろうと私は生きてる。このまま終わらせはしない。はい、というわけでマリアさんには死んでもらうぞ。行きましょうか。よいしょ。これ届かねえ届かねえな。こいつ、あ、届かないか。やっぱ銃で撃つしかなさそうだね。わかんない。よいしょ。お、いけるか。おいー、おっと、攻めてくるね。よいしょ。というわけで第2段階、いや、やっぱ強いな。でなんか知らんけどこのまま地下に落ちちゃうんですよね。はい、はーい。すぐそういう歩きたがるじゃん。うーん、痛いよ。さてと、まったくマリアも俺のために死んでくれればいいんだよ。妻と僕の幸せのためにマリア行ってくれ、頼むから。どこにいた？まだ来てない？まだ降りてきてない？まだ降りてきてないな。あ、よいしょ。よいしょ。あ、一発？嘘。何なんか一発でチェーンソー強い。チェーンチョ、強いてチュー。ラストか。まったく。よいしょ。レードにちょっともう一本決めていくか。いけ。よいしょ。うー、捕まってる。信じ。オッケー。危ねえ。ちゃんと隙を見て攻撃しないとダメだ。あ、もしかしてなんか歩いてる。オッケー。あ、一発か、チェーンソー。なんか強いな。ふぅ。まったく手間をかけさせてくれる。行きましょうか。おい、よし。というわけでこれで、あ、見たことのないエンディングだ。安らかな眠りから覚ますのを許してほしい。君がいないと寂しくてたまらないんだ。あ、メアリーの遺体に乗ってる、もしかして。サイレントヒル。古くから伝わる神を崇めている。非現実的な力を彼らは持っていた。それは死をも否定する力。メアリー。ああ、というエンディングでございますね。なんていうやつだろう。ちょっと、大丈夫ね。あ、オッケー。ちょっと飛ばして、いきます。飛ばしていかない。こう、オッケー。んで、これがリバースですね。メアリーの復活エンドとなっております。はい。というわけで、今日はこの辺で終わりにいたしたいと思います。で、あと3つほど見たいと思います。次回ですね。次回はもうエンディングだけですね。おふざけエンドが2つと、ちょっと真面目なやつなのかな。
先ほどちょっと通過する際に支配人室で金庫あったと思うんですけど、あちらの中に入っている絵はがきがあるんですけども、そちらを手に入れた場合に、見れるエンド、そちらを見ていきたいと思います。というわけで、あともうちょっとお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。というわけで今日はこの辺で、ここまでお語りを私コニーでお送りいたしました。そんではまた次回ですね。お会いいたしましょう。さよなら。バイバーイ。